さて今回は伊藤さとりと映画の仲間たち、とても可愛らしい女優さんにお越しいただきました村川恵里さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は、はい、深作健太監督の、はい、僕たちは世界を変えることができないの舞台挨拶以来の再会になるんですが、ご無沙汰しております。こちらこそです。よろしくお願いします。でも今回はね、はい、あの森田芳光監督の新作で、はい、僕たち急行英霊社で行こう、はい、考えたら森田監督とって、はい、椿三十郎以来になるんですよ。そうなんですよ、2回目で、はい、どうでした、その椿三十郎の時に初めて森田監督と会った時ってどうだったんですか。最初その作品はオーディションでその役を選んでいただいてすごくやっぱりこう緊張感が、まあ、シーン的にも緊張感がすごかったので、近くですごいこう緊張感がある現場だったんですけど、今回はもう作品も作品でちょっとコメディーなので、うん、また違う監督との出会いがあってすごい楽しかったです。私村川さんの、ね、履歴を見ていて、はいはい、前はこう、はい、アイドルユニットで歌も出されていて、はい、っていうので、はい、と思ったんですよ。そうなんですよ、もう最初は歌手になりたくて上京してきたんで、うん、まさかこんな女優になれてるとは思わなかったです。ちなみに、はい、なんか好きだった歌手の人って誰ですか。いやもう私たちの世代ほとんどだと思うんですけど、スピードさん、安室さん、もうがっつりその世代で、もうそこに憧れてやってました。そう、うん、ダンスできるんですよね。 ずっとやってたんで、もう最近は全然あれですけど、でもねスタイルもすごくいいんですけど、その足とか細いじゃないですか、はい、体型を保つための何か秘訣ってあるんですか。いやもう私でも一時期やっぱりこう思春期の時とかにぽっちゃりしちゃった時とかはひたすら歩いてたんですよ、うん、走ったりするのが苦手で、でも歩くのは好きで、歩いて歩いて歩いてって、まあ、未だに歩くの好きなんですけど、うん、それぐらいしかしてなくて、あとでもやっぱね当たり前ですけど、ご飯は普通に食べ過ぎたら食べないとか、そういうことは日常で気をつけてはいますけど、うん、そうなんですね。なんかほら僕たち休校の時も、はい、すごいね、あの女性的から見てて、はい、可愛いなって役どころなんですよね。こう松山ケンイチさんにね、はい、密かに片思いみたいな。そうなんですよね。でもちょっとにじみ出過ぎてるんですけど、いろいろちょっとアピールが、ね、強い感じですけど、でも少し好きですっていうセリフがやっぱりこの役のポイントでもありますし、うん、監督のすごくこだわりも詰まっていたセリフだったので、うん、もう現場では監督のこう演技指導があって、それもすごく楽しかったんですけど、具体的にどんなこと言われてたんですか。私が最初やっぱり思ってたのが、少し好きっていうのはちょっと照れ隠しで少し好きって言ってるのかな、うん、好きなんですけど少し好きですぐらいかなと思った。本当にいや本当に少し好きなんだよ、少し好き。あでも確かに気になるとかちょっと好きって感覚あるなって気づかされたとこもあって、うん、でもそれを言葉にするとちょっと異質な感じがするんですけど、うん、だから私がやってたのってなんか結構好きだけどちょっと照れ隠しみたいなのがあったんですけど、いや違うんだと、やっぱ少し好きってことを堂々ということに意味があるっていうか、なんかそういう監督のレクチャーが現場で繰り広げられてて、で監督の理想形っていうのはもう絶対にあって、うん、でその監督の要望にも応えるのに常に必死っていう感じでした。あなんか謎が解けました。だからその少し好きっていうのがこう、はい、こういうのよりは、はい、いろいろこうねなんかやってあげる的な感じで、はい、押し出されて、はい、そのヒロインが出てきたっていうのは、はい、森田監督のこだわりだったわけですよね。そうですね、なんか監督自身がこう若者たちに抱いてる感情っていうのが、うん、その恋愛する時にもこう本当に好きっていうことで踏み込めなくて少し好き、ちょっとこう軽い恋愛って言ったらおかしいですけど、うん、傷つくのが怖くて少し好きでとどめちゃう今この現状みたいなのをここに詰め込みたかったっていうのもあるみたいで、うん、ああなるほどなと思いました、そしてあの映画の中だと松坂慶子さんの社長さんいるじゃないですか、はい、の秘書役っていうことで私あそこのシーンがすごく華があって楽しいなと思ってたんですけど、はい、どうでした現場の雰囲気とか。いやもうまさにもう花っていうかほわんと松坂慶子さん本当に素敵で、うん、で醸し出される空気感に、うん、ふわーっとこうこっちも
乗せてもらっちゃったっていう雰囲気があって、なんかすごく緊張してたんですけど、もうあの画面から映像っていうか、ね、スクリーンから通して見てもらったら分かると思うんですけど、ああいうほわんとした空気感でずっとずっと撮影が進んでたので、とても楽しかったですね。衣装もなんか現代だか過去だか分からない、はいね、私あれがね面白かったなと思って、うん、そうなんですよ。女性のファッションがとてもなんか、いつの時代だって思わされる感じのユニークなファッションでもあるなってよく思い、こう気づいてくれましたね。なんかレトロじゃないですか。そうなんですよね、なんかレトロ感があるんですよ ね男性も女性もそうなんですけど、特に女性の衣装がカラフルでね、うんうん、そうなんですよね。きっとあれ70年代とかそんな感じなんですかね、雰囲気の衣装のイメージって。そうですね、衣装合わせした時私もあれって思いましたけど、そういうところもまた面白いです。映画の中で、その松山ケンイチさんと瑛太さんって、こう鉄道マニアじゃないですか、すごくその姿がチャーミングだけど、これ彼女になったら結構 ね、 そうですね、夢中になられるのもって思ったんですが、女性的にそれは個人的に見ててどう思いますか、そういう男性は。自分自身がどうあるかですよね。その趣味にまで入り込みたいぐらいべったりしちゃう女性は絶対に無理なタイプじゃないですか。確かに、ね、でも自分は自分って最近持ってる人も多いので、それぐらいの時ってなんかもうほっときゃいいじゃないですけど、ちょうどいいぐらいなのかなって。でもただここに出てくる2人はものすごく趣味率が脳の中で締めすぎてるので、なかなかこう難しいと思います、鈍感ですし、女の子の気持ちに対して。そうですよね。でもそういう人が今多いのかなっていうのも気づかされましたね。この草食男子っていうのが広まってる原因は趣味だったのかみたいな。確かにそれは問題ですよね。問題ですね。ちょっと村川さんはすごく没頭するぐらいの趣味って何かありますか。それが、趣味が本当になくて、でもあえて言うならカラオケぐらいですね。絶対歌うまいですよね。いやいやいや、だってボイスレッスンもしてたわけじゃないですか。歌手にもなりたかったわけでしょ。そうですね、ボイスレッスンもカラオケでしてるみたいな、一人で。なんかもうその調節とかするのがすごい趣味なんです、人が歌っててもまず1曲目歌ってもらって、もうエコーとかミュージックマイクのこの比率をこうやってん時が一番ワクワクしてます。わかる。私もほらマイクマニアのところがあるのですごい気になりますよね。すごい声の音量とかね。でワクワクしません、なんかもういちいち歌の音量と自分の声と合ってるかとかね。そう、もうで心地いいとこ来たらやっと落ち着けるみたいなそういう時は誰に話しかけられても周りが見えてないぐらい没頭してるんで。得意なアーティストさんは誰ですか。得意、好きなのは、歌声とかで。あーでもスーパーフライさんとかアベマオさんとか難しいんですけど、なんか歌っててすごく楽しい、テンション上がります。じゃあ結構こう音域広いんですね。広いというか、なんかこうバーって声出すのが好きなんですよね。これ絶対うまいですよ。いやいやいや、絶対うまいですよ。全然全然です、もう本当趣味で。ちなみに18番は何ですか。18番なんですかね、なんかでも人前で歌った時に分かりやすい曲をあんまり歌わなくて、アルバムの曲とかが好きなんでこういいですね。でも、そうですね、18番。いや、なんかカラオケ一緒にいたら面白そうですね。あ、楽しいですね。あと、この番組は、あのいろんな俳優さんや監督さんにご自分の中の思い入れのある映画とか、すごくよく見るお気に入りの映画とかを聞いてるんですけど、村川さんはバイブル的に大切にしているこう映画、これよく見るのとか、これすごい思い出深いのって、洋画でも邦画でもいいんです。あ、思い出深い、なんかこう私そういう部分でも、カッとハマって何度も見る映画っていうのもないんですよね。なんかでもすごく映画見るのは好きで、でトータル的にこうティーンの映画が好きなんだって気づいたんです。その青春ものとか10代ならではの心の揺れっていうか、それはこう邦画洋画関係なく。あ、じゃあルーキーズとか出た時ってすごいそれハマってたんじゃないですか。そうですね、なんかそういう青春が好きで、あとそのとても好きな作品は17歳の肖像がものすごく好きで、ああいうこう女の子の思春期ならではの葛藤だったり、なんかそういうの見るとものすごく
私も早いうちにこう上京してきて、あ、葛藤してたんだなって気づくんですよ、今になって。すごいですね、17歳の肖像は、はい、やっぱりほらアカデミー賞とかでもね、うん、それでその女の子の揺れ動く気持ちと男性の憧れっていうのがね、はい、絶妙でしたよね。絶妙で、なんかとても音楽とかもすごく私の中でフィットするものがあって、最近わー好きと思ったのはその作品ですね。僕たちは世界を変えることができないもそうですけど、はい、すごくそういう何ですかね、うん、こうこれからどんどん大人になる間の役どころって難しいけど、うん、面白みがあるのかなって。面白いですよね。なんか表現しきれない感情を表現していくっていう楽しさもありますし、うん、大人になってもみんなそういう気持ちを持ってたいっていう願望もあるしっていう、うんうん、一番ワクワクする年齢ですよね、うん、なんか10代後半20歳前半ぐらいってっていう、今そこにいるんだから思う存分そういう作品見たいしそういう作品したいしと思います、うん、じゃあすごくこう憧れる女優さんとか、あこういうなんか役とかやれたらいいなみたいな海外の女優さんとかいますか、うん、もう今さっき言った17歳の肖像にも出てるキャリー・マリガンさんですね。もう私話さないでもそうですけど、見ました見ました。なんか実年齢よりもすごく若い、その17歳の肖像だったらそうですし、私を話さないでだったらすごく若いからもう年上まで演じられる、自然に演じられる方って久しぶりになんか見たなっていう気がして、そういう変身力が変身力の振れ幅が広い女優さんってものすごくやっぱり尊敬するので、私もそういう風になりたいなと思います ね。これからの新作でシェームって映画があって、うん、キャリー・マリガン出てるんですけど、はい、やっぱり歌も歌ってたりして、あやばい、なんか聞いたらおおって思いました。もっと憧れちゃいますね、すごい。それで体当たりの演技もしちゃうから、あそうなんですね、すごいですよね、いやどんどんこれからちょっと注目して近づけるように頑張ろうでも歌も踊りもね、うん、やる女優さんってすごく、はい、もう本当だから私はミュージカル映画、日本で日本人が作るミュージカル映画に出演することが夢で、もう本当にそういうの夢です、やりたいです。ってことは結構ミュージカル映画も見てるんじゃないですか。あミュージカル映画好きですね。ミュージカルドラマもそうですけど、えムーランルージュとか。あムーランルージュもロマンチック好きですけど、普通にミュージカルじゃなくてもドラムラインとかなんか音楽がいい感じにこう織り交ぜられてる作品が好きで、そして青春もね、青春も入ってて、うん、ミュージカルシカゴとかもう抜群に素敵ですし、やりたいですね。楽しみにしてます、はい、というわけで今回はですね、村香愛里さんにお話を聞いちゃいました。どうもありがとうございました。ありがとうございましたさて今回は伊藤さとりとエイラの仲間たち、とても可愛らしい女優さんにお越しいただきました村香愛里さんです。よろしくお願いします。私は深作健太監督の僕たちは世界を変えることができないの舞台挨拶以来の再会になるんですが、ご無沙汰しております。こちらこそです。よろしくお願いします。でも今回はね、はい、森田芳光監督の新作で、はい、僕たち急行エイラ社で行こう、はい、考えたら森田監督とって、はい、椿三十郎以来になるんですよね。そうなんですよ、2回目で、はい、どうでした、その椿三十郎の時に初めて森田監督と会った時ってどうだったんですか。最初その作品はオーディションでその役を選んでいただいて、うんうん、すごくやっぱりこう緊張感が、まあ、シーン的にも緊張感がすごかったので、近くですごいこう緊張感がある現場だったんですけど、今回はもう作品も作品でちょっとコメディーなので、うん、また違う監督との出会いがあってすごい楽しかったです。私村川さんの、ね、履歴を見ていて、はい、前はこう、はい、アイドルユニットで歌も出されていて、はい、っていうので、はい、と思ったんですよ。そうなんですよ、もう最初は歌手になりたくて上京してきたんで、うん、まさかこんな女優になれてるとは思わなかったですちなみに、はい、なんか好きだった歌手の人って誰ですか。いやもう私たちの世代ほとんどだと思うんですけど、スピードさん、安室さん、もう
がっつりその世代でもうそこに憧れてやってました。そう、うん、ダンスできるんですよね。ずっとやってたんで、もう最近は全然あれですけど、でもねスタイルもすごくいいんですけど、その足とか細いじゃないですか、はい、体型を保つための何か秘訣ってあるんですか？いやもう私でも一時期やっぱりこう思春期の時とかにぽっちゃりしちゃった時とかひたすら歩いてたんですよ、うん、走ったりするのが苦手で、でも歩くのは好きで、歩いて歩いて歩いてって、まあ、未だに歩くの好きなんですけど、うん、それぐらいしかしてなくて、あとでもやっぱね当たり前ですけどご飯は普通に食べ過ぎたら食べないとか、そういうことは日常で気をつけてはいますけど、うん、そうなんですね。なんかほら僕たち休校の時も、はい、すごいね女性的から見てて可愛いなって役どころなんですね、はい、こう松山健一さんにね、はい、密かに片思いみたいな。そうなんですよね。でもちょっとにじみ出すぎてるんですけど、いろ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 ちょっとアピールが、ね、強い感じですけど、でも少し好きですっていうセリフがやっぱりこの役のポイントでもありますし、うん、監督のすごくこだわりも詰まっていたセリフだったので、うん、もう現場では監督のこう演技指導があって、それもすごく楽しかったんですけど、具体的にどんなこと言われてたんですか？私が最初やっぱり思ってたのが、少し好きっていうのはちょっと照れ隠しで少し好きって言ってるのかな、うん、好きなんですけど少し好きですぐらいかなと思った。本当にいや本当に少し好きなんだよ、少し好き。あでも確かに気になるとかちょっと好きって感覚あるなって気づかされたとこもあって、うん、でもそれを言葉にするとちょっと異質な感じがするんですけど、うん、だから私がやってたのってなんか結構好きだけどちょっと照れ隠しみたいなのがあったんですけど、いや違うんだと、やっぱ少し好きってことを堂々ということに意味があるっていうか、なんかそういう監督のレクチャーが現場で繰り広げられてて、で監督の理想形っていうのはもう絶対にあって、うん、でその監督の要望にも応えるのに常に必死っていう感じでした。あなんか謎が解けました。だからその少し好きっていうのがこう、はい、こういうのよりは、はい、いろいろこうねなんかやってあげる的な感じで、はい、押し出されて、はい、そのヒロインが出てきたっていうのは、うん、森田監督のこだわりだったわけですよね。そうですね。なんか監督自身がこう若者たちに抱いてる感情っていうのが、うん、その恋愛する時にもこう本当に好きっていうことで踏み込めなくて少し好き、ちょっとこう軽い恋愛って言ったらおかしいですけど、うん、傷つくのが怖くて少し好きでとどめちゃう今この現状みたいなのをここに詰め込みたかったっていうのもあるみたいで、ああなるほどなと思いました、そしてあの映画の中だと松坂慶子さんの社長さんいるじゃないですか、はい、の秘書役っていうことで、私、はい、あそこのシーンがすごく華があって楽しいなと思ってたんですけど、はい、どうでした現場の雰囲気とか。いやもうまさにもう花っていうかほわんと松坂慶子さん本当に素敵で、で醸し出される空気感にふわーっとこっちも乗せてもらっちゃったっていう雰囲気があって、なんかすごく緊張してたんですけど、もうあの画面から映像っていうかスクリーンから通して見てもらったら分かると思うんですけど、ああいうほわんとした空気感でずっとずっと撮影が進んでたので、とても楽しかったですね。衣装もなんか現代だか過去だか分からない、はいね、私あれがね面白かったなと思って、そうなんですよ。女性のファッションがとてもなんか、いつの時代だって思わされる感じのユニークなファッションでもあるなってよく思いこう気づいてくれましたね。なんかレトロじゃないですか。そうなんですよね。なんかレトロ感があるんですよ ね男性も女性もそうなんですけど、特に女性の衣装がカラフルでね、そうなんですよね。あきっとあれ70年代とかそんな感じなんですかね、雰囲気の衣装のイメージって。そうですね、衣装合わせした時私もあれって思いましたけど、そういうところもまた